塩水つびこは、古墳時代の人物。塩城津彦命とも呼ばれる。第五代、高潮天皇御子の天、足彦国を主人名の子孫、被告に武器命の,の弟にあたる、おつこく命の子。弟には、飯高県作りや一しすくね、い造つの祖である、おつかまめ地名がおり、この日差し朝古流は、美ま名国に居住した。新録では、にの孫と伝えるが、 ワニケーズ、無機化フの記事のようにおつこく吹き命の子で良いと見られる。新先生四六、左京項別、吉田蓮の項目には以下のような文がある。主人天皇の時代に、未魔なから創造して言うには、我が国の東北には上を乗れ、中土のと、下土のとの三土のとの地があり、三百里に及んでいる。土地と人民が不尿であるため、白木と、 相争ってきた。そのため、この地を治めることができない。陛下相次ぎ、民は暮らしてゆけない。我が国では将軍をしてこの地を治めさせることを望む。すなわち、帰国の一部にしてほしい天皇は大いに喜び、軍警に直令して、派遣するのに適当な人材を選ばせたところ、軍警たちは被告に武器の地の孫にあたる塩水推、津彦ひのが良いと想像した。彼は頭に、 松の木のような三義のイボがあり、松木君ともこうしていた。その身長は五尺であり、囚人よりも力があり、性格は勇敢で強くだけしかった。直霊で陳守将軍に報じられ、不妊地における、蔡の俗称が、基地であったので、吉氏と名乗った。同様の説明が、俗日本語記巻、第六、上和4年6月の記事にもあり、 吉田氏の先祖である塩水津は国命に従い三土のとの地に移住したが、三土のとは、後にくだら領になり、八世の子孫である吉大井奈緒、昭奈兄弟は和国を慕う気持ちから来朝し、代々遺実を伝えた、と記されている。くだらからの来朝に関する記述は、日本文徳天皇実録所を三年十一月希望上にも、その先くだらより伊ずとある。 生死録によると、子孫は十五位下に任じられ、家屋は奈良の都の田村里に構え、聖武天皇の仁紀元年に吉田蓮の姿勢を賜もの組みされ、公認二年、生を少ねとしたとされている。俗日本気巻き、第九、日本語気巻き、第十一にも、開始生のことが記されている。ありがとうございます。